ウェブのマーケティングを考えていくにあたっては外せないというか、なくてはならないツールだとは思います。ジオコードはですね、SEM を中心とした広告を運用しております。当然ホームページの制作からですね、広告による集客、そしてお客様の売り上げに直結するコンバージョンの改善ですね、そこまで全て自社で提供できるという形でやっております。お客様の求められているターゲット層に対して適切な手法でアプローチできるというところは、アドワーズの特有のメリットかな。スターターキットっていうのが届きまして、その冊子が非常に分かりやすい内容になってまして、新人研修だとか、中堅社員の研修にも非常に役立つような内容になってたっていうのは、もう本当に助かりましたね。その育成の時間っていうのが 50% ぐらい削減されたようなイメージになります。今まではその例えば自社で運用すると細かいキーワードが、いいのか悪いのかっていうのすぐに判断はできないので、というところだとやっぱり経験がある、経験値が高いその会社さんだと、そういうの対応も大変ですし、的確なのかなと感じますね。でその結果がだんだんその売上に乗っているのかなと思います。売上として言うと10% とか 20% とかそのぐらいだと思います。大きいと思いますね。やっぱり目指すところはお客さんをこう感動させるというか、予想だにしなかったような効果を出したりとか、思いもつかなかったものを提供してもらったりとか、そういうことができる会社にしていきたいですね。インターネットユーザーの9割近くをカバーしているというディスプレイネットワーク、これが非常に魅力的な広告媒体になってくるので、アドワーズなくしてはウェブマーケティングは考えられないように今後なってくるんじゃないかなと思っています。